じゃあ自転車に詰めて帰るか。10時チェックアウトします。あったかいよ、やっぱり。あったかいね。大丈夫だ、冷パンで帰れる。私もさ、いろいろ今入れてきたんだけど、うん、さ、じゃあお家に帰るかい。2月27日10時を回りました。今日は深谷から川越へ帰ります。続いて左方向です。お姉さんが朝から叫んでます。150m 先左方向です。右に行きたいんですけどね、どうしようかな。今日は遅くなればなるほど追い風の確率が上がります。ふうさん朝から元気です。朝から2人元気です。深谷は大きな工場が多い気がします。長谷川工業だって。へえ、何作ってんだろう。なんか香ばしい匂いがします。次左らしいんだけど。左で右だからそっちじゃない。右、そっち。左行ったり右行ったりするらしいぞ。難しいぞ。深谷だからネギだ。しばらく140号バイパスを走っていきます。山王旧塚前歩道橋140号バイパス変わっちゃう。広瀬野鳥の森公園駅入り口だって。荒川の土手まで戻ってきました。これで家に帰れると。およそ 600m 先右方向です。多分土手に上がるんだと思います。そろそろナビは切っちゃおうかな。ね。順風満帆です。帰りも追い風。行いがいいのかな。みんな気持ちよさそうに散歩してます。穏やか穏やか。71.2km。 楽だね。今日のお泊まりの総括してもらってもいいですか。今日はね、うん、土曜泊まりだったからお値段はそんなに安くなかったんだけど、うん、まあお部屋もまあ綺麗だったし、うん、まあお風呂がね、うん、高温のサウナと、うん、低温のサウナ、うん、2種類あって、うん、炭酸泉、うん、もあって、うん、外の露天風呂もあって、うん、壺湯が2つあったでしょ、うん、あと電気風呂とか、うん、あったよね。あったあった。結構いろんな種類があって、うん、楽しめるよね。楽しめる。サウナもね、広いし、うん、全体に脱衣所とかも広くて、うん、だから良かったよね。良かった。朝早くから夜遅くまでいっぱい人がいたよね。人気のスポットでした。おお、すごい、後ろから風で的を押される。1時間で川越まで、夢じゃなさそうです。竹が追い風で暴れてます。おお、すごいすごい。風の通り道が見える。カラスさん、お、
サギさんがおったおったしてます。グラウンドが大変なことになってしまっています。見えんのかなあれで。すごいすごい、全部砂砂になっちゃいます。自転車みんな倒れてます。大変そう。おお。こないだ休憩したこの場所、今日も休憩しようと思ったけどちょっと風が強すぎでやめました。釣りの人たちは楽しそう。こんな釣りもあるようです。なかなかディープだな。ここでプチ補給します。楽だったね。めっちゃ楽。エンジンついてます、バニラクリームサンドとノブチョコパイどっちがいい？ちっちゃいやつ。このままパクって食べるのは楽だからそれにする。じゃあノブはこれ。私これ、うん、でもそんな溶けてなくてよかった。そんなには、うん、よかった。のぞかのぞか、エンジン出るね、うん、これで食べればいいかな。うん、うん、これでうちまで持つぞ。頑張って登るぞ。はい、到着。頑張れ。はい、よくできました。一段登ると景色がいいです。すごい追い風です。橋渡るぞ。こっから横風だね。川が白波を渡ってます。マウンテンバイクなら重いので横風でもそんなに怖くなさそうです。すごいな。グランドは大変なことになってしまってます。今日の野球は大変そうです。こんなです。出丸橋を渡れば川越です。白波までは立ってないけど結構吹いてます。ちょっと向きが変わると今日はこんな日なんですよ。今は時刻1時44分ぐらいです。出発したのが10時。風のおかげでこんなに早く帰ってこれちゃいました。お疲れ様でした。